はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズボーナスエディション、こちらはロストヒーローズの1ですね、ロストヒーローズ2についてきた、まあ、ボーナス特典になります。まあなんかいろいろ調整とかされて遊びやすくなっているようなので、今回こちらもやっていこうと思います。じゃあ早速ニューゲームで始めていきましょう。ここはどこだ？お、ウルトラマンゼロだ。俺はなぜこんなところに。とにかく歩いてみよう。最初はウルトラマンゼロからか。で、例によってあれですね、ステータスとかはまだ開けないですね。しかし、なんだ、歩いているだけで力が抜けていくようだ。ここは普通の空間じゃないな。まあ先へ行きましょう。おお、振動。うわ、なんだ今の振動は。ん、何かいる、何かがいる。お、左ハイザックっぽくない？これハイザックだ。なんだお前らは。2体の謎の存在は何も答えず突然襲いかかってきた。キキー、いでー、グア、いでー、うわ、何をしやがる。キキー、避けた、クソ、うわ、なんだこいつら、俺の攻撃が。とその時、どこからともなく一筋の閃光が放たれた。お、ニューガンダムだ。モビルスーツ、ハイザックか。ち、強い、なぜだ。もう一体いるのか。オーズ、こいつを頼む。了解です、ニューガンダムさん。こいつは怪人？うわっと。でも、なんで怪人が？はぁ、せいやー、落ちろ。危ないところだったな。すまねえ、助かったぜ。けど、お前たち何者なんだ？俺はニューガンダム、そして彼は仮面ライダーオーズです。ガンダム？仮面ライダー？聞き慣れない名前だな。無理もない、俺たちもついさっき出会ったばっかりだ。ここは一体どこなのか、なぜここにいるのかも全く不明です。そうか、じゃあ同じってわけか。俺も気がついたらここにいたんだ。俺はゼロ、ウルトラマンゼロだ。よろしくな。よろしく、よろしくお願いします。うわ、さっきからこの振動が続いているな。何が起きているんでしょう。とにかくここは危険だ。移動しながら辺りを探ってみよう。ゼロ、一緒に来てくれませんか。ああ、もちろんだ。ウルトラマンゼロとニューガンダム、仮面ライダーオーズは共に行動を開始した。おお、いきなり仲間になったな。ただステータスみたいなのは見れない、まだ。キー、後ろターン。なんだこいつは、初めて見るぞ。で、でかい。こいつは知っているぞ。宇宙怪獣エレキングだ。エレキングは強靭な尻尾を力任せに振り回した。ぐわー、なんてパワーだ。エレキングがこれほどまでに強いとは。こっちに向かってきます。キー、オーズゼロ、こうなったら戦うしかない。3人で力を合わせるぞ。お、戦闘。とりあえずアタックしかないから、アタックでいきましょう。え、ダーツ。これは負け？負けイベントでいいんだよね。全然弱いし、こっち。いやー、どうにもならないでしょう。くわー。
1、6、3。力の差がありすぎる。全く歯が立たない。おかしい。エミリウムスラッシュどころかゼロスラッガーも使えねえ。ああ負けイベントっすね。ここは一旦引きましょう。出たお得意の撤退。もうここからかよ。認めたくないが今の俺たちが叶う相手じゃなさそうだな。キー、まずい、ここを離れるぞ。え、めっちゃ減ってんだけど。このまま進むの。はあはあ、ここまで来れば大丈夫でしょう。妙だな、この体力の消耗の仕方は。だが分かったぜ、敵が強くなったんじゃない、俺たちが力を失っているんだ。そのようだな。俺もタトバキックが出せなかったです。ん、あれはなんだ。お、 D ゲートだ。空間に穴が。時空の裂け目みたいだな。時空の裂け目。ああ、俺が今までに戦ってきた相手には異次元から来るやつもいたからな。異次元？にわかには信じられないが、もし本当ならこの中には敵がいるということか。いや、でもなんだか不思議と落ち着きます。ん？ほら、穴の向こうから感じませんか。本当だ、なんだこの懐かしい感覚は。そうか、もしかするとこの先が元の世界につながっているかもしれない。確かめてみよう。そうですね、行きましょう。この中へ。3人は空間に開いた穴へと飛び込んだ。突然迷い込んだ謎の世界、運命のように導かれた3人、彼らは力を失っていた。決して交わることのないはずだったヒーローたち、彼らが集められたことには意味があるのか。この場所はどこなのか。なぜ力を失っているのか。元の世界に戻ることができるのか。何もわからぬまま、力なき正義は迷い子のように未知なる世界に足を踏み出した。絶望襲来。お、拠点っぽくないですか。ここはブリーフィングルームか。ラーカイラムでもアーガマでもないが、俺はこんな場所初めてです。この部屋は宇宙警備隊の司令部によく似ているな。宇宙警備隊。ああ、俺の世界の話だが、まあ宇宙の平和を守るための組織ってところだ。そうか、だがこのコントロールパネルは俺が知っているものと同じだ。俺たちの世界に関係した場所ってことでしょうか。可能性はあるな。おい、見てみろ、他にも部屋があるみてえだぞ。ほんとだ、部屋がたくさんある。敵の気配もない。どうやらここは安全な場所のようだ。そうだな、なあみんなでこの場所を調べてみねえか。俺も賛成です、この場所なら何かあるかもしれません。よし、手分けしてこの場所を調査してみよう。3人はこの場所を調べてみることにした。ウルトラマンゼロたちがたどり着いた場所は複数の部屋や施設によって構成されていた。メディカルルームが設置されていて助かった。あの場所なら治療ができる。おかげで傷を治すことができました。そういえば向こうの部屋に戦闘で使えそうなアイテムがたくさんありました。それは助かるな。理由は不明だが、ここにいれば命の危険はなさそうだな。おい、向こうに別の穴が開いてるぜ。本当ですか。ああ、あれを使えば別の場所へ行けるはずだ。別の？どこに通じているんです？わからない、行ってみないことには。みんな、俺たちには調べなきゃならないことが山ほどある。この世界が何なのか、元の世界に戻るにはどうすればいいのか。とりあえずこの場所を拠点と定め、ゼロが見つけた穴の先へ向かい、くまなく探索してみよう。ああ、そうだな、賛成です。よし、じゃあ出発の準備を整えよう。
うん、キューブを選択し探索を開始します。チップとかはまだ何にもないから、まあこのまま行きますか。拠点アイテムラボ、金とかあんの？1円もないし。うん、イマジンの着ぐるみ、風車、あ、明日のパンツは相変わらずあるんだな。ゲートポート、最初はビギンズ、まさに最初だな。ビギンズキューブ、これフートじゃんあれフートタワーじゃん。なんだここは、どこかの都市のようだが、香港シティ、ダカール、あの気のせいかもしれないけど俺のいた町にも似ているような、なんとなくですけど。とにかく少し探索してみようぜ。そうだな、行こう。ダンジョン探索、シャッターが閉まっている。開閉スイッチを押しても反応しない、機能が停止しているようだ。うん、なぜか扉は開かない、まあ、電力が来てないのかな。おお、あそこには、あそこ来たとこか。お前ら、しかもこれ仮面ライダーダブルじゃん。あ、ダブル、オーズ、お前もいたのか。ええ、オーズ、知り合いなのか。紹介します、こちらは仮面ライダーダブル。ダブルと呼んでくれ、よろしくな。僕からもよろしくと言わせてもらうよ。ん？誰だ？もう一人いるのか？ああ、悪い悪い、こっちは相棒のフィリップだ。塩太郎、それじゃ説明になってない。どういうことだ？僕たちは二人で一人の仮面ライダーなのさ。つまり外見は一人だが二人の意識があるということか？そうそう、そういうこと。いや、正確にはフィリップ、難しい話はいいじゃねえか、だいたいそんな感じってことでよろしくな。まあこの世界は知らねえことだらけだ、何が出たって驚きはしない。俺はウルトラマンゼロ、よろしくな。俺はニューガンダム、よろしく。ああ、よろしく。早速だがダブル、この世界についてもし知っていることがあれば教えてほしい。そうだな、あそこに見える巨大な風車、あれはフートタワーにそっくりだ。フートタワー？僕たちが住んでいた町、フートのシンボルみたいな建物さ。じゃあここはそのフートってことか。いや、町並みはだいぶ違うな。それに風が吹いてねえのも不気味だ。フートってのはその名の通り一年中風が吹いている町なんだ。なるほど。ダブル、俺たちはしばらく探索するつもりだが、一緒に来てはもらえないか。ああ、俺は構わないが、他の二人はいいのか。もちろんだぜ、ライダーは助け合いでしょ。オッケー、分かった、力を合わせていこうぜ。一気に仲間が4人になったな。敵とかはまだ出ないのかな。ライドベンターだ、この自販機みたいなやつは確かオーズの街によくあるあれだな。ということはこの場所はダブルとオーズそれぞれの街の特徴を合わせ持っているのか。ところでこれ何が買えるんだ。カンドロイドっていう便利なアイテムなんだけど、あいにくセルメタルの持ち合わせがなくて。いや、その前に機能していないようだ。さっきのシャッターもそうだが、街全体が機能を停止しているようだな。おそらく風が止んでいるせいだ。フートタワーを動かすことができれば街の機能が回復するんじゃないか。うん、まずは風を吹かせましょうってところですね。ここもゼロ、どうした。このシャッターの向こうからウルトラ戦士の気配を感じる。何？俺たちと同じように取り込まれたのかもしれない。じゃあ向こうへ行って確かめてみましょう。いや、ダメだ、開かねえ、ここも機能を停止しているようだ。そんなの力ずくで開ければいいじゃないですか。せいやー。しかしシャッターは開かなかった。異変の影響で彼ら本来の能力は著しく低下しているようだ。ダメだ、力が入らない。こうなりゃ何とかして街の機能を復活させるしかないな。これここから乗り越えていけないの？扉は開かない。あれ、なんかいる、何かがいる。あ、ネモだ。でもこっちは行けるし普通にネモは仕方として、ん、何にもないのか結局。
ネモ、大丈夫か？しっかりしろ。しかしすでにネモは息絶えていた。何かで切りつけられた深い傷跡があった。これが致命傷となったのだろう。ネモ部隊の一人だな。元の世界では俺たちの陣営の主力部隊だった。他のネモたちはどうしたのだろう。この近くにいるのかもしれない。だったらネモさんを倒した敵だってまだこの辺にいるかもしれませんよ。そうだな、警戒していこう。ネモが主力なの？ジム3とかじゃないの？ニューガンダムの世界なんだから。あ、敵が出てきた。まあこれは大丈夫でしょう。うん、ヒーロースキルがあって、まあ、スキルツリーがあって、ウルトラマンのカラータイマーがあって、うん、大丈夫そうっすね。とりあえずまあ技とかなんもないから普通にこれで効くしかないな。意外に時間がかかる倒すのに。ハイザック、おー、チップをゲット。復活キットも2つ手に入れましたね。チップチュートリアル、まあこれはチップを報告するっていうあれですね。でどっちだ。ここは何もない。いるな。よし、レベルアップ。レベルアップすると回復するのは一緒かな。ここも開かないか。こいつらしか出てこない。30って結構減るぞこれ。よし、ただおー、全回復。ダブルはちょっと減ったまんまだけど。あれ、戻ってきちゃった。ガバドンがいっぱい出てきた。いって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 、何、不意打ち。ニューガンダムの攻撃やべえな。やばめなんだけど。すでに誰だ。アクセルじゃないか。ダブル、アクセル、お前も来てたのか。それはこっちのセリフだ。俺はあの異変に巻き込まれ、気づいた時にはもうこの世界にいた。おう、それなら俺と同じだ。やはりそうか。ん、その人たちは人ではないのも混じってるけどね。彼らも同じさ、それぞれの世界からここに取り込まれたらしい。フュートだけじゃなかったのか。まあいい、俺は仮面ライダーアクセル、よろしくな。そうだ、お前たちに一つ忠告しておこう。この辺りには見えない敵が潜んでいる。俺も何度か攻撃を受けた。この先に行くのなら十分に注意した方がいい。アクセル、お前は行かないのか。ダブル、風が全く吹いていないのは分かっているな。ああ、おかしいと思っている。こんなフートは初めてだ。これはドーパントの仕業だ。しかもこんなゲートができるのはあいつしかいない。まさかウェザードーパント。そうだ、俺はやつを追う。じゃあな。行っちゃった。あ、宝箱。風車って何？装備するやつ。とりあえずウルトラマンに装備させとこう。速度が分かんのか。ニューガンダムの速度が遅いからな。よし、オッケー。で、どっちだ？こっちは？何にもなさそうだ。うお、クリティカル食らうとすげえ減る。敵が強い相変わらずの敵の強さだ、ロストヒーローズ。どっちへ行けばいい？あそこの回復地点行きたいんだけどな。キュアウイルス、最初はアイテム超重要ですからね。
よし、ぼーっとしている。ノーダメージっていうか仮面ライダーウォーズがやばい。おお、レベルアップした。ガバドン、オッケー。ヒールが欲しい、ヒールが。お、なんかいる。ん、あれはネモ、襲われている。アクセルの言っていた見えない敵か。助けるぞ。うう、ネモ、気をつけろ。敵がどこかに潜んでいる。わかった、もう喋るな。いや、聞いてくれ、頼みがあるんだ。ゼータガンダムとメタスが敵に。ゼータガンダムとメタス、どこにいるんだ。この先に。うう、ネモ、しっかりしろ。しっかりするんだ。ダメか、遅かった。クソ、ダメなのか。この傷じゃあと一歩早ければ助けられたかもしれないのに。ゼータとメタスがこの先に。しかし敵の正体もわからないとなると。何をためらっているんですか、急ぎましょう。手が届くのに手を伸ばさなかったら、それは死ぬほど後悔することになるんです。どのみち情報は不足しているんだ。対策なんだ、動いてから立てりゃいい。わかった、二人の言う通りだ。そうと決まりゃ待ったなしだぜ。ゼータガンダムを探せ。あれ、なんかある。こちらからは通れないようだ。どういうこと。ゼータか。お、とりあえずここ中継地点。うんうんうん、オッケーオッケー。じゃあちょっと拠点に帰りましょうか一旦。はい、というところでロストヒーローズの第1回目ですね、ここで終了して、まあ、次またゼータガンダム探しからやっていきたいと思います。まあ、ちょっと敵は強めですかね、今の最初の印象では。まだ回復手段が全然ないんで、やられてくると結構やばいっていうところですね。それでは今回は終了したいと思います。